はいどうも、沖田鈴木です。今日もね、マインクラフトでやっていこうかと思います。でも、向こうにさ、海、そして、海底神殿村見つけちゃったということで、ちょっといろいろと考え直したことがあります。まあ考え直したことって言ってもね、こっち側が、裏口なるんだよね、きっと。うん、海底神殿行ったりとか、まあ向こうの村行ったりとか。というわけでね、ちょっと自分の家を作ったりとか、そういったのをね、今後やっていくために、ちょっと村の敷地を拡張したりとか、うん、地下採掘場の見直しとか、届かない。それをちょっとやろうかなと思います。とりあえず、まあ、時間外、さっきちょこっとね、この家半分壊したんで、この家どうしようかな。まあ、いや、向こう側の整地とかをするか、こっち側をちょっと整地します。さてどうしようかな。こっちの方をちょっと、いや今本当完成形も全くイメージしていないというか何にも考えていないんで、どうしよう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 。ただ、向こう側はもうひたすら砂漠なんで、この間ちょっとぐるーっと探検してみてね、向こう側の方ぐるーっとってないか、ちょっとぐるっと行ってみた感じ、もう砂漠しかなくて、でピラミッドすらも発見できなかったんですよ。なのでまああんまりこう向こうに行くというよりは、こっち側だね、村のこっち側に向かって行ったり来たりとか、まあいろいろやろうと思うわけで、なのでまあそれやりやすい村にちょっと改造しようかな、改造できるのかな、悩むところでございます。さあ今日は、子供がお騒ぎしております。子供の騒いでる声とか入ってるかもしれないけど、まあそのあたりは本当あれだ、よろしくって感じ。なんかはしゃいでんだよさっきからずーっと、なんか大変。それで、とりあえずこっちをね、砂がもたりで、ちょっと整地したり、でだ、ちょっと待って、村の出口とかちょっと、どうしようかな。村の出口、こっちの方に持ってきた方がいいの、まあ、とりあえず、ちょっと待って、ちょっと砂が足りないから、シャベル作って、ちょっとこの辺りを、はい、間違えない。この辺りの砂も回収して、まあ、こんなんでいいか。ついで、こっち側をちょっと、一応ちゃんと、設置だけして、考え込んでる場合じゃない。とりあえず手を動かそう。さて、ついで、こっちをこうね、軽く整地して、ついで、はい。ちょっとまったいらなって気持ちいい。それで、これ、道だよね。じゃあちょっとこっち出口にこっちにしちゃってるけれど、ちょっと出口の場所変えよう。それで自分の家もどの辺りに作るかっていうのをちゃんと考えて、それで、とりあえずこっち、ここだな、もうちょっとこう、柵を置いてる位置も見直したりして、とりあえずこの辺り、ここがこう出口になっていてって感じでいいか。どうしようかな。この道のね、左側を自分の家かなんかにするようなイメージで行こうか。どうしようかな、本当に悩むっす。こっちをこうして、さあ、これでいいか。ついで、次、問題となっている採掘場、地下採掘場。どうしよう。ちょっと待って、どうしようかな。それ、ちょっとこの辺り。とりあえず、ちょっとまず、ここ、道となるべき場所の真ん中に転げておくのもあれだし。ちょっと、場所を動かそう。まあ、この辺りに置いとくか。
よし、はい、見て、うん、すみません、夜だったんで寝ました。はい、つうわけで、いくっす、ちょっとこの辺りに、もう一個採掘場を作ってね、ちょっと向こうに作ってある採掘場と、ま、ゆくゆくはつなげるってことでいきます。では、そうだな、この辺りちょっと目印、うん、採掘場もこうなんか建物っぽくしてちゃんとそこから入れるようにしておこうかな。まあ、ちょっと、とりあえず目印、完成形はまた後で考え直します。ちっちゃすぎるわ。後でちょっと作ります。考えます。まあ、とりあえずここの下に階段作って、うん、そいで行くって感じで。でな、はい、こっちが。さあ、そいで、こっちの方向に、まあ、海底神殿があるんで、海底神殿とゆっくりとつなぐ。そして、だ、うん、向こうの採掘場ともつなぐ。そして、うん、リスポーン地点の近くに作った採掘場とも、まあ、ゆっくりとつないでいくことができればな。うん、そんな感じか。さあ、ということで、とりあえず掘る。あれ？掘りすぎた。さあ、こんなもんだろう。自分いつも深さ11でやってるんで、もうこの高さでやっていれば、うん、一応ね、うまくやればぶつかることは間違いないってことで、もうちょい掘ろう。ちょっと、よし、はい、いきます。掘ってるだけの会になっちゃいそう。やばいやつでは、ちょっと、とりあえず、つるはし使い切ったらちょっと別のことしますわ。うん、あとつるはし、うん、ちょっとだし、これ一本で終わり。で、多分階段作る。階段は確実に作るでしょ。で、11の深さで掘っていたスペースもちょっと広げる。どうしよう。ずっと向こうまで行くのか。よし。まさか海底神殿まで繋がるってことはこれ一本ではないとは思うんだけど、いくっす。できるところまで行こう。うん。はい。というわけでですね、鶴橋使い切ったんで、元いた拠点、戻ってまいりました。うん。ちょっとついでにね、取りに来るもの、ダイヤとかあったんで、取りに来たついでに、ちょっと影元付きの風景をご覧くださいまし。こんな感じで作っております。うん。屋根の作り方のリクエストがあったんで、ちょっと、そうだな、こっちじゃなくて、うん、クリエイティブでやっていこう。よし、というわけで、まあ、今回はこんなところで一旦終わります。うん、よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあまた、バイバイ。